竜王バイパスは、山梨県海市竜王から同市下井前に至る、国道20号のバイパスである。山梨県海市竜王技片瀬付近もともと、この区間の国道20号は、竜王駅前を斜めに横切り、中央本線の北側を通過し、中央本線をアンダーパスした後に、現在の下井前交差点で、山梨県道を6号甲府に崎線に接続していた。 国道20号の第一次改築事業の際に、これを中央本線の南側に迂回させる形で1963年に片側1車線の道路として開通した。赤坂台と呼ばれる台地を越えるため、アップダウンが激しく、その後の交通量の増大により渋滞が慢性化していた。そのため双葉バイパスともに1993年に拡幅事業が都市計画決定され、 竜王バイパスは竜王革福一高区に指定された。1996年に事業着手、2009年に甲府バイパス、赤坂大総合公園入口交差点間までの4、車線化が先行して完了し、最後の下井前交差点までの区間についても2014年に強要された。これら一連の整備では、ボックスカルバートの設置によりそれまで当該区間に存在した。 高低差の大きなサグ部も解消されている。主な交差点、立体交差。ありがとうございます。